予言の力を持つ石を見たことがありますか？ミイラの防腐処理の秘密を知っていますか？35もの地下トンネルがある迷宮を聞いたことがありますか？遠い古代にはどれほど多くの知られざる秘密が隠されていたのでしょうか？今日は世界で最も不気味な考古学的発見8つを見てみましょう。素晴らしいビデオを逃さないように、新しい視聴者が私のチャンネルを購読することを歓迎します。トップ8、上の石。ヨーロッパ中部の川が乾くと、世界この地域特有の低水位標識、いわゆる上の石が表示されます。これらの石は水位が極めて低い時だけ見ることができ、素晴らしい気象学の年代記で、標準化された天気観測前の時代から来ています。何世紀にもわたって、彼らは作物の不作や飢饉を予言する警告標識とみなされ、協調とみなされてきた。日付や事件の表記のことわざが刻まれている。最も悪名高い危害石は、ドイツ国境に近いエルベ川沿いのチェコの都市ディエチンにある。この石が悪名高いのは、その大きさだけでなく、私を見れば、あなたは泣くだろう、という不吉なスローガンが刻まれているからだ。この碑文はおそらく1616年に遡る。この石碑にはあるパターンがある。1904年、トレバツ村近くのシュプレー川に石が現れ、その上には次のように刻まれている。この石をもう一度見たら、あなたは泣くでしょう。1417年の水はとても浅かったからです。そして、マクデブルク近くのエルベ川にある石は、より現代的なメッセージを明らかにしています。私を見るとき、気候は危機に瀕しています。グリーンピース2018年8月。長年にわたり、多くの植えた石が海運の障壁として取り除かれてきた。現存する最古の碑文はトレバックのものである。トップ7、バタビアの墓場。2017年末までオーストラリアで起きた最も血生臭い海事氾濫の一つは、今なお恐ろしい秘密を解明し続けている。研究者らはオーストラリア西海岸沖の殺人島で別の集団墓地を発見した。ここには5人の遺体が埋葬されています。これらは、1629年にこの近くで沈没した商船、バタビア号の難破船の生存者かもしれないし、そうでないかもしれません。船には341人の犠牲者がいて、そのうち約60人が難破船で亡くなり、280人以上の生存者が灯台島まで登りました。しかしその後数ヶ月で、100人以上の生存者が反逆者によって惨殺された。しかし、研究者が知る限り、5人の生存者は混沌とした現場を見逃した可能性があり、沈没直後に脱水症状で死亡した可能性が高い。そのため、バタビアの墓場や殺人島とも呼ばれています。しかし、乗組員の遺体についてはまだ多くのことが解明されておらず、さらに多くの仲間の旅行者が見つかる可能性もある。トップ6、ロボットが発見した秘密のトンネル迷路。アメリカとペルーから来た考古学者がペルーの未知都市の歴史を持つ寺院の下で精巧に設計された迷路のようなトンネルを発見しました。そしてこの発見は、前にチェービンローバーというロボットのおかげです。これはカメラと照明システムを搭載した小型の乗り物で、遠隔操作で操作できる。それらはカメラと照明を使ってトンネルを発見し、3つの骸骨を発見した。この宗教と行政センターは未知都市前に建てられ、ペルーのアンデス地域、ペルー西部のアンカシュ州にあります。そしてチェービンド・ファンタージーン群では、35個の連結された地下トンネルが発見されました。その歴史は紀元前1200年から200年前に遡る。調査プロジェクトの責任者であるスタンフォード大学の考古学者ジョン・リックは、私たちはギャラリーの一つで少なくとも3人を発見したと言った。そのうちの一人は小さな男の子で、もう一人は青少年で、もう一人は20歳から30歳までの若者です。リックによると、彼らはこれらの死体が犠牲品かもしれないと思っている。なぜなら、そのうちの一つの骸骨が下を向いて発見されたからだ。考古学者たちは、これが過去50年間最も重要な発見の一つだと考えている。トップ5、第二次世界大戦の不発弾。2022年7月25日、
イタリアの全長400マイルの黄河の大部分が極度の干ばつにより干上がった。マントバ市近くの北部の村ボルゴビルジリオ近くの露出した川岸で、漁師が第二次世界大戦中に沈められた爆弾を偶然発見した。重さ1000ポンドの爆弾を取り除くのは簡単ではなかった。軍は近隣住民約1000人を避難させ、その地域の空域を閉鎖したほか、その区間の水路での航行や近くの鉄道や国道の交通を停止した。セキュリティ作業を終えた後、爆弾処理チームは警察の護衛の下で、約30マイル離れたメドール市の採石場に移し、そこで破壊しました。ここはやっとしばらく落ち着きを取り戻した。トップ4、古代エジプトのミイラの防腐処理、レシピが明らかに。長い間、人々はミイラの秘密について好奇心でいっぱいでしたが、なぜこれほど長期間保存できるのでしょうか。エジプト南部に埋葬された先史時代のミイラは、その疑問の答えに一歩近づくかもしれません。このミイラは紀元前3700から3500年のものと推定され、1901年以来エジプトの鳥の博物館に保管されています。しかし、博物館にある他の先史時代のミイラのほとんどとは異なり、このミイラに配下なる保存処理も施されていませんでした。ヨーク大学とマッコーリー大学を中心とする科学チームは、科学分析によって、このミイラが実際に防腐処理を受けていたことを発見した。植物油、加熱した針葉樹樹脂、芳香植物抽出物、植物性ガムの混合物が、遺体を包む葬儀用の織物に含身させるために使用されていたのだ。そして、このレシピには、約2500年後の技術の絶頂期にエジプトの防腐処理業者が使用したものと同様の割合で抗菌剤が含まれています。オックスフォード放射性炭素加速器グループの副所長であるトム・ハイアム教授は、この結果はミイラ化と防腐処理の発展に対する私たちの理解を劇的に変え、過去を理解する上で学際的な科学の力を実証するものであると語った。トップ3、螺旋状集団埋葬。これに先立ち、メキシコシティ南部のトラルパン地区で作業をしていた考古学者たちが、建物の下から10体の古代の骸骨を発見した。遺体は直径 6.5 フィートの円形の墓に収められ、石や陶器の壺や鉢を含む多くの副葬品とともに埋葬されていた。この10人の中には男女が含まれ、ほとんどが若い女性で、幼児と乳児もいた。研究者たちは、これらの人々の死因や互いの関係をまだ特定できていないが、遺体のうち2体は頭蓋骨が故意に変形しており、他の遺体は歯が破壊されていた。彼らは成長している子供の頭蓋骨を布で縛って、歯を違う形に座したのかもしれない。このような習慣は、メソアメリカのいくつかの文化では一般的であった。考古学者たちは、この珍しい埋葬のレイアウトは古代の儀式の一部だったのではないかと考えている。また、死亡者の年齢層が幅広いことから、人生の段階を象徴しているのかもしれない。骨の年代測定は、メキシコ人がかつてアステカ帝国の勃興に先立つ紀元前1600年頃のサキコ天気に属していたことを示している。トップ2、エルダーチーズ。全世界がエジプトで出土した飲めない有毒の赤いミイラジュースに失望しているとき、エジプトのサカラの考古学者はもう一つの古いが同じく食べられないエルダーチーズを発見しました。これは世界で最も古い古代チーズです。このチーズは古代エジプトのメンフィスの元市長の墓で大量に割れた土器で発見され、この墓は紀元前13世紀に建てられたと信じられています。つまり、このチーズは約3300年の歴史があります。研究者たちは、ビーズサンプルの一部を実験室に持ち帰って、タンパク質分析を行った。その結果、このチーズは牛乳とヤギ乳または羊乳の混合物で作られたチーズのような製品である可能性が高いことが明らかになった。科学者は、このチーズは実際に生きている細菌に呪われたかもしれないと警告し、それを味わう人は誰でも病気になるので、好奇心でミイラチーズを食べないでください。トップは、黒い石棺。人口密度の高いダウンタウンで2000年前の石棺を掘ることは、誰にとっても不安になりますよね。2018年7月1日、エジプトのアレクサンドリア市の住民が首都北東部の西ディガベル地区のアルカメリ通りで基礎を掘ったとき、地下5メートルの深さで長方形の井戸を発見しました。井戸には巨大な黒い花崗岩の棺があり、石化多石膏の人頭があり、
その特徴は風化して識別できないほどです。石棺の最初の発見に対する世間の反応は様々だった。ある者は、この墓にはアレキサンダー大王の遺体が入っているのではないかと推測した。また、もし墓が開けられたら、古代の呪いに脅かされるだろうという者もいた。しかし、石棺が開けられた後、これらの主張も否定された。石棺の中には3人の骸骨と、悪臭を放つ赤茶色の汚水があった。専門家によると、石棺の中の3人はファラオ時代の兵士の可能性があるという。そのうちの1人は頭蓋骨にひびが入っており、矢で傷つけられたものと思われるという。また、墓を乱すとファラオが解くことのできない呪いが発動するのではないかというメディアの懸念に対して、エジプト考古最高評議会の事務局長であるモスタファ・ワジリ博士は次のように宣言した。私たちは墓を開けました。世界が暗闇に落ちなかったことを神に感謝します。考古学者らは今後もさらに深く調査し、そこにいた人々がいつ行き、どのように亡くなったかを明らかにするために石棺を研究する予定だ。さて、以上がこの動画の全内容です。私のビデオが気に入ったら、チャンネル登録してください。次回お会いしましょう。